後にリバースカードをセット。ガッチャン、ヤングタウンです。さあ今日は西洋拓磨が来てくれたということで、レベル40の安定周回を紹介させていただきたいかなと思います。ということで今日のデッキはこちら、西洋拓磨レベル48000点、安定周回クラウディアン編デッキ。はいはい、ということで西洋拓磨のレベル40の安定集会で、今回はクラウディアン編をね、紹介させていただきたいと思います。ということで、まずクラウディアンね、アシッドクラウドと、キロスタスを、入れております。どちらもねレベル4なので通常召喚可能ということなんですが、まずこのクラウディアンモンスターの特徴として、このカードは戦闘では破壊されない、こういう効果を持っているんですね。で、戦闘で破壊されず壁を作って、その間にデッキをギリギリまで持っていくといった形になっております。で、ただし、このクラディアンモンスターだけではダメージ食らってしまいますので、モンスター残るけどダメージは食らってしまうということですので、この天空のね、聖教セット発動していこうじゃないかというところですね。だからまず第一優先として天空の聖域を発動させるというところにあります。天空の聖域はフィールド魔法カードで、このカードがフィールドゾーンに存在する限り天使族モンスターの戦闘で発生するそのコントローラーへの戦闘ダメージはゼロになるということで、クラディアンが無敵の壁となってくれるということですね。で、この天空の聖域3枚入れております。ただ3枚では引けていく可能性がね、ちょっと薄いんじゃないかということで、こちらですね、天空の使者ゼラディアス、この天空の使者デラディアスを手札から捨てることによって、このフィールド魔法天空の聖域をドローすることができるという形なので、デラディアスで天空の聖域を引いていくので、天空の聖域を発動して攻撃表示でクラウディアンモンスターを立てるという形です。もうこの時点で相手のモンスターこちらね、何もこちらにダメージを与えることができないので、ここまでできたらもうほぼほぼ完成といったところです。で、一番最後の話をするんですけど、最後ですね、このアルカナフォースが効果を使って、ダメージ、無効にしてくるんで、この真剣勝負をね、事前に伏せておきたいと。この真剣勝負っていうのがカウンタートラップなんですけど、ダメージステップにモンスターの効果、魔法、トラップカードが発動したときに、その発動を無効にし破壊にするということですね。で、トラップカードなんで一旦前には絶対伏せておかなきゃいけない、ということで、じゃあそこにこれが来てはいけない。じゃあこちらですね、ゴブリンの、ヤルキルジョーズ、こちらをね、採用しております。ゴブリンのゴブリンの、ヤルキルジョーズっていうのが、手札を1枚戻して、手札を1枚デッキの底に戻してドローするっていう効果なんやけどね、それを使うごとにドローの枚数が増えていくっていう感じなんやけど、まあ、そこに持っていくカードを、こちらで、ね、指定できるので、この真剣勝負であれば、そこに絶対真剣勝負がそこに行かないという形にできるので、このゴブリンのやりくり上手を入れるようにしましょう。ただちょっと、ね、ここ注意点なんですけど、ゴブリンのやりくり上手をで手札からデッキに戻していくカードっていうのは天空の聖域がもうベストです。
ていうのが、天空の聖域デッキに戻ることによって、またね、ゼラディアスが手札にあればサーチすることができるんですよ。だからデッキ圧縮が可能ということですね。ちょっとね早く終わるためには、そういう風にしていった方がいいんだけど、一番最後にこの使ってしまったらゴブリンやりくり上手の後に、ゼラディアスを使ってしまったらまたシャッフルされちゃうんで、そこのカードが、確定できないという形になるんで、それだけは十分気をつけていただきたいなと思います。で、あとはねこのゴールデンレジバグ入れております。ゴールデンレジバグが入れていることによってドロー、自分のスタンバイフェーズが来るたびにこのカード相手に見せて500ライフポイントを回復していくと、で500ライフポイント回復していくのをもう毎ターン毎ターンやっててください。で非常にね、かなりライフポイントが回復していくと思います。でライフポイントを回復することによって最終的にこのラーの抑心流ですね、ラーの抑心流を召喚してラーの抑心流の効果で自分のライフポイントを、1までね、減らして100までか、ごめん間違えた、100まで減らして、その分の攻撃力を乗せるということなので、かなりねライフポイントの回復を、していきたいなと、このゴールデンレディバグでしていきたいなっていうところなんですけど、ライフポイントの回復このゴールデンレディバグだけではちょっとね、心もとないところもあるのかなと思ったので、天使の微笑みスキルね、これイシズなんですけどスキル天使の微笑みを採用しております。天使の微笑みドローフェーズに自分が通常のドローで天使族モンスターをドローした場合、そのカードを相手に見せ1000ライフポイントを回復すると、1000も回復するんでかなりね、回復数値の期待値としては高いと。天使族って言ったら、アシッドクラウド、そして、キロタロス、キロスタスもあるんで、そこら辺を引いていったらもう1000回復する、非常にでかいんで、これでうまくね回復していきましょうという形ですね。で最終的にこのキロスタスか、アシッドクラウド、この2体を2体のうち、3枚、合計3枚をフィールドにセットしていることによって、フィールドに展開していることによってアドバンス召喚で、ラーの抑心流を出していくという形ですねになっております。ということで、このクラウディアンデッキ、まあうまくね、立ち回って8000点取っていって、さっさと採用たくまからもう報酬をぶんどっちゃいましょう。さあということで、毎日ね、19時に僕は動画の方上げているので、ぜひ皆さんもしよかったらまた19時に来ていただければと思います。その19時に来ていただくために、もしこのデッキこの動画少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さあということで、また19時ぜひヤクタのチャンネルに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回城之内シスデュエルスタンバイ。